今、新型コロナウイルスによる影響で亡くなられた方々、そして感染者の数が世界中で増えています。僕が住んでいるスペインでも連日数千人単位で感染者の数が増えています。僕が今住んでいるイタリアでも1ヶ月ほど前から感染が始まり、一度感染が始まってから、感染を防ぐっていうのは難しいことだっていうふうに思いますし、僕がイタリアにいて、もちろんイギリスも見ていて思うのは、やっぱり初期の段階で少し、みんなが油断してたんじゃないかなっていうふうに思いました。なので日本の皆さんももしかしたら、心のどこかで、ちょっと頭の片隅で、ヨーロッパで広がってるねとかそれぐらいに思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に感染は一気に広がります。他国で起こっていることを他人事だと思わずに、自分は安全だと思わず、日本もおそらくこれから感染が拡大されていくでしょう。それを止めるのは皆さん次第です。今いろんなところで呼びかけがあるように、必ず自宅に、いるようにしましょう。必要以上の外出を避け、新型コロナウイルスの感染拡大をみんなで防いでいきましょう。家にいて他の人との接触を避けることが一番の感染を防ぐ近道だというふうに思います。できるだけ、極力必要時以外は、自宅に待機されるされることが、一番だと思います。みんなの周りの友達や家族を守るために、今はできるだけ自宅で過ごしてください。ワクチンもない、止める方法もない今、自分たち一人一人の行動が、コロナに打ち勝つ唯一の方法です。皆さんの意識を変え、感染拡大防止に向けてより良い方向に向かっていきましょう。一人一人の行動がこれからの状況を大きく変えていくと思います。みんなで、助け合いながら、自分のことだけじゃなく他の人のことも、気にかけながら、みんなで助け合ってこの危機っていうのを乗り越えていければいいなっていうふうに思います。一人一人が責任を持って、行動することで、このコロナに対する、対策がより、できると思います。こんな時だからこそ、一人一人が思いやりの心を持って責任ある行動をしてほしいなと思います。一日も早く、サッカーであったり皆さんの普通の日常が取り戻せるように、みんなで力を合わせ、一人一人の行動によってそういう世界を取り戻せるように頑張りましょう。感染の拡大を食い止めるのはやっぱり僕たち一人一人の意思だと思うので、ぜひ協力して、みんなでこの危機を乗り越えましょう。ステイホーム。